はいはい、どうも松尾翔のこれ知ってます。今日はね、ローカル列車というのは豪華観光寝台列車っていうのをね導入する兆しが、ありますよということなんですけど、まあ、確かに最近寝台車っていうのが減ってきましたね。ブルートレインね、昔ならありました。それがほとんどだんだんなくなって、また新しいニューバージョンの、この寝台列車っていうのが今市場に計画されているそうなんですけど、まあ、JR 九州さん、九州一周できる3泊4日でもう 4,50 万ぐらいするような、2013年今年の10月からね豪華客船っていうのを言うのが、導入されるそうです。 JR 西日本さんでもね、2017年度までには、瀬戸内から山陰とか回る周遊豪華列車というのを、通称で、JR 東日本さんも同じですね。まあ今言ったら、トライライトエキスプレスぐらいしかないんですかね。あの大阪から北海道に出ている、で一時昔はよくあったんですよ、ブルートレインっていうのがありまして、もうそれがだんだんなくなっちゃって、また新しい時代になりましたね。この、豪華観光寝台列車っていうのがね、各社、今、導入計画があるということでございます。松尾翔のこれ知ってますは、豪華観光寝台列車の導入のお話でした。おほほ。